それでは皆さん早速アクトレと頑張っていきましょう。3つのレベルに合わせたトレーニングになりますから、皆さん最後まで一緒に頑張っていきましょう。まずはスクワットです。難しい方飛ばなくていいですから、横に一歩歩いてスクワットを繰り返してください。それでは残り頑張っていってみよう。今回のトレーニング20秒そして10秒のインターバルで行っていきます。各種目2セットずつ行っていく鬼のトレーニングです。皆さん覚悟していってみよう。先ほど余裕に感じられた方というのは右上のアクトレを真似して頑張ってみてください。それでは残り10秒頑張って皆さん乗り越えていきましょう。それでは次はサイドスクワットになります。できる方はジャンピングランジを行っていきましょう。それでは皆さん頑張っていきましょう。ランジを行っていく際はしっかりと一歩大きく出して行っていきましょう。サイドに出す足も大きく、そして深く下まで下げられると完璧ですから、皆さん残り頑張っていきましょう。それでは皆さんもう1セット行ってみましょう。だんだんきつくなってきたと思いますが、しっかりと乗り越えて、かっこいい足、引き締まった足目指して頑張りましょう。サイドスクワットをされている方、もっと大きく一歩を踏み出し深く下げていくとより効果的ですから、皆さんできる方というのはそこまで意識して頑張ってください。それでは残り5秒です。皆さん残り頑張っていきましょう。それでは次はふくらはぎのトレーニングになります。しっかりとつま先を伸ばしきったところからゆっくり下ろしていきましょう。それでは皆さん頑張っていってみよう。難しい方というのはどこかに捕まって行っていただいてもいいですから、バランスが取りやすいところに捕まって行っていきましょう。それでは皆さん残り10秒です。しっかりとつま先伸ばして効かせていきましょう。みんな頑張って。それでは次は反対の足になります。先ほどイージーモードでやられていた方というのは2セット目になりますが、皆さんなら乗り越えられます。頑張っていきましょう。ノーマルモードを選択して行われている方はバランスが取りにくいと思いますが、しっかりと片足になって下ろすときにゆっくりと下ろしていきましょう。それでは皆さん残りあと5秒頑張っていきましょう。それでは次はお尻のトレーニングになります。かかとの位置がお尻から離れれば離れるほどきついですから、皆さん自分で位置調節しながら頑張っていきましょう。これもしっかりと上げ切って下ろしてください。しっかりと上げ切った時に少しお尻を締めるような形をとっていただいて行うとさらに効果的です。それでは皆さんそれを意識して残り5秒乗り切っていきましょう。それではもう1セットいきましょう。先ほど片足で行われていた方は足を入れ替えて行っていきます。もう残りわずかですから、皆さん頑張って乗り越えましょう。片足で行われている方もお尻からかかとを少し離したところで行うとさらにきつくなってきますから、もし簡単に感じられる方試してみてください。それでは残り7秒です。皆さん頑張っていきましょう。それでは皆さん次が最後のトレーニング種目になりますから、頑張って乗り越えていきましょう。片足にすごく負荷がかかりますから、自分のレベルに合わせて頑張りましょう。この種目もバランスを取っていくのが難しい方、どこかに捕まって行ってみてください。それでは残り半分です。頑張っていきましょう。All this passion hurts me. I took action working, writing down these words. No, I'm not okay. I just wanna be so. それではラストです。皆さんラストのトレーニングになりますから、しっかりと最後出し切りましょう。それでは皆さん最後一緒に頑張っていきましょう。もうすでに足がプルプルしてると思いますが、これで最後です。残り半分です。皆さん最後まで一緒に走り抜きましょう。それではね、残りあと一緒に頑張っていきましょう。
本当にお疲れ様でした。よく本当に頑張りました。明日も頑張っていきましょう。汗の量が尋常じゃないんですけど、もう足がね、もうプルプルしててきつい。皆さんお疲れ様でした。かなり効く足トレだったと思います。汗もめちゃめちゃかくし、足もね、もうプルプル皆さんしてると思いますけど、これ続けてたら必ず足引き締まってきますから頑張っていきましょう。女性の方で足太くはしたくないんだけど引き締めたい方っていうのはぜひイージーモードで試してください。それではね、残りまだまだアクトレ筋トレ強化週間いきますよ。皆さん頑張っていきましょう。それでは明日も皆さん一緒に頑張っていきましょうね。また明日の動画でお会いしましょう。さよなら。